ピグミの猫を引っ張られるようにふわっと上げる。これ本当にマジで大事。オーウェンの入りとかもコンパスで入るとか。確かに。はいはい。トトトトト、はい、毎度こぎすんです。今回のハウツーはダンフロントコンパス。フロントコンパス、フロントコンパスいきたいと思います。これの360フロントコンパスの3をやりたいと思います。過去にビーコンとかいろいろやってるんだけど、うれ足場が作れない。はい、早く。はい、フロントコンパスやりたいと思います。はい、で、フロントコンパス、なんぞやと。一回やってみよう。はい、皆さん、見本いきます。はいはい。レギュラーから、ふわっ。スイッチから、ふわっ。はい。はい。こういう感じ。こんな感じ。で、フロントコンパスをまず練習するにあたって必ずヒールターンで入る。2のコンパスもあるんだけど難しい。あれ激ムズだね。激ムズ。ヒールのターン中にノーズを軸にして後ろ足を引き上げて、かち上げてふわっと回す。はいはい。これいろいろなパターンあるんだけど、そのままふわーっとして落とすパターンとかち上げて落とすパターンあります、うん、はい、で何パターンかねフロントコンパス種類あるんですけど、ふわーっと上げてそのまま落としに行くコンパスを今回やっていきたいと思います。はい、はい、で、ヒールから入るのは前提として後ろ足を引き上げます。蹴り出すとも言います。でその時にふわーっと行きたいから今回のコンパスは外周で回していくイメージ、うん、外周でふわーっと回す。その時に引き上げるコツとしては膝を内に入れるっていう上げ方、前 YouTube でやってるやつ、うんうん、それ皆さんちょっと一度見てください。あ、でそれを使います、うん、でそれを使いながらまずは180ぐらいを通り越すイメージで蹴ってください、うん、いきなり270度ぐらいぐるっと蹴ってからそっから落としにいくイメージ。あー、270度から300に目がけて落ちていくって感じ。あ、そうまずまあ180ってやり方もあるんやけど、結構こっちの足をここぐらいまで蹴り上げる。ヒールから蹴り上げる。あ、はい、これをなるほどこういう感じね。はい、まずは180度以上蹴り上げるイメージでやってください、うん、その次重心の下げる上げる、うん、これ×重が結構大事かな。×重ね、ふわっと感。もうコンパスは大体×重ですね。そうやね。これを×重しなかったらどうなるかやってみる。バツ重しない場合こうやって。あ、あ、はいはい、もう上下がない感じね。そう、上下がない。もう一回いくよ。あー、ミスった。今のもじゃあミスとしてノーズに乗りすぎちゃうとミスったが気をつけてください。いきます。これこれサラッと感あったと思うけど、うん、結構いたたってなくて。そうだね、まあ、これはこれで1個の方法として置いといてもらったらいいんだけど、もうちょいなんかクオリティとして板を上げたい場合、結構板上げたい人多いじゃないですか。あ、そうだね。まあそれはね、ソール見えた方がかっこいいしさ。そりゃそうだ。で、バツ重した方が気持ちいい、うん、でそのためにはしっかりとこういうふわっと感、上にふわっと、ね、上に引き上げられる、ピュッて引き上げられるイメージ、うん、ニューンってピグミみたいな、ね、ピグミみたいにピグミの猫を引っ張られるようにふわっと上げる、うん、これをしてあげるとさっきやったあの組み合わせるよ。270度ぐらい一気に蹴り上げるっていうの。まずはヒールターン安定させて蹴り上げて着地。ふわっと、これめちゃくちゃ大事。ふわっとか、うん、でそこで皆さんね、初めの練習した時めっちゃ体多分遅れやんくなってくると思う。ちょっと失敗でいこうか、うん、こけるかもしれんけど、こうなったよね
なるほど。肩が負けちゃう、うん、でこれが初めなっちゃうんですよ、怖いから、うん、胸と肩をもう山側向いちゃってください。いきます、山側向く、山側向く、あしっかりとバーツ重してもう一回行こうか。これでうわっ、ああいいですね、こういう感じ。これ慣れてきたら例えばねシャッフルとかこういうやつ、ああこういうやつ、はいはい、まあこういう感じでやってもらうとフロントコンパス3は簡単に回るんじゃないかなと思います。なるほど。ちなみにちなみに、ノーズは踏んでますか？ノーズは軽く踏んでる、なんかタッチしてるみたいな、こういう感じ、常になんか爪先を舐めるような感じ。なるほどね。で踏むパターンもあります、うん、踏みながら引き上げるパターンもあるんやけど、それちょっとやってみようか。結構踏むイメージで、こうやって、はいはいはい、これちょっと今の踏んでたん分かったかな、うん、そこで力の加減してもらったらいいです、はい、踏んだり抜いたり、なるほど、足裏感覚っていうのが結構大事になってくるかな。はい、はい、こんな感じでコンパスを皆さんさらっと決めちゃってください、はい、これ本当にマジで大事、応援の入りとかもコンパスで入るとか、確かにコンパス入りの応援、はい、はいはい、はいとかいろいろできるようになってきます。コンパスからちょっとフロントノーズにつなげよう、フロントノーズこっちに返す、なるほどね、まあいろいろできてくる、マジで大事な基礎的な技やと思うので、うん、皆さん練習してみてください。はい、はい、では今回の呼吸数はフロントノーズの3、あフロントノーズコンパスの3でした。はい、呼吸数はわけわからなくなる。本日の呼吸数はフロントノーズコンパス3でした。ありがとうございました。